ピーマン TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。本日は東京都品川区 JR 五反田駅から徒歩1分、めっちゃ近いピートレックマーメイド五反田店さんに来てます。ということでね、もう毎月呼んでもらってる、そしてね、毎月かな、もうね、話題の新台はもう必ず入れてる素敵なお店なんでね、今日こそね、あんま勝率が良くない、お店は悪くないのにね、この毎月呼んでもらってるね、この期待に応えられるように今日こそはね、買っていきたいんで、早速行ってみたいと思います。入店やってきました、ピートレックマーメイド五反田店さん。それでは早速店内のネタを見に行きましょう。はい、ということで、ね、見に行きましょう。まずは番長か、番長、あ、すいません、失礼します。番長、面白いゲーム数あるかな、64か、32ゲーム回しちゃうどうだろうね、寝台のトロピカーナ入っております。時間もないからね、あと5分ぐらいで決めないと。セイントセイヤもあります。お、モンスターハンターのお客様、液晶3200万円オーバー。お、クレアの氷電が2台ほど。本日の合成、こちらすごいね。結構いいんだよ。結構いいね。1回ぐらい当ててんだよな、あれな。あ、日暮らし売ってる。日暮らし。一応ジャグラも、あ、どうもありがとうございます。ジャグラ、一応ジャグラ見ておこうか。あ、166、239、210、286か。ビッグはいいんだけどな、レギュラーが弱いな。そうか、そうそう、あの氷電が一番いいな、この氷電が一番飽きない中でね、データがいいんで、こいつで行ってみたいと思います。はい、それではね、大東技研さんの、クレアの氷電、始まりの扉と太陽の石ね、何回か売ってるけど当たんないねでも今日大丈夫だろう、122分の1だから行ってみたいと思います。お座り一発チャンス、何もないね、チャンスだよ、あべやっちゃったチャンス目なのかな、スイカがチャンス目っぽいな。はい、なんだ、もうちょ、止まれ、あ、止まねえか、結構動くね、よしね、誰だ、まあないよな、当たんねえかな、いわき2番狙って、なんだ、あー、これか、危険あー、やや負けてるよ、お、チャンスアップ、はい、いけ、あ、落ちるんだねダメだった、50枚目、残念、追加投資、いやー、マジか、お、おいよ、ダメね、お、ちょっと背景が、あ、
背景に合わせてナビなのか。これですね、よく回る。あと当てるだけなんです。もう一丁、あー行かないね。来ないか。お、あー止まんない。来い。これかよ。頑張れ。あ、ダメだ、ダメだ。追加倒し。やばい。もう勝てないな。あ、リプレイもあんだね。やっぱ背景の色で期待度が違うのかな。やばい、150枚目追加投資。なんで引けねえんだろう。なんで大人すぎる。大人さん、チャンス目。200枚目ラスト、いっか。すぐなっちゃいそうだな。やばいよ。あ、終わっちゃった。ベルですね。じゃらじゃら、自らの手で48枚。あ、お、500枚だ。はい、今回の結果、使い切れなかったコイン48枚。胸。はい、実戦終了。実戦終了。胸。ということでね、今回打った機種は、大東技研さんの飛砲伝、クレアの飛砲伝打ちまして、合成が122分の1。ねえ、こんな台はもう打つしかないでしょうっていう台を打って、投資枚数が250枚の使い切れなかったコインが48枚ということでマイナス202枚です。胸。そして平年君、毎月ですね、使い切れなかったコインとかちょだましてるんですけど、なんと500枚になりました。ぜひね、皆さんもよく行くホールがあったらね、ぜひ会員カード作ってね、お菓子に変えるのもいいですけどね、ぜひね、肌を貯めるとなんと500枚ぴったりとかね、また次のね、遊戯できる楽しみになりますんでね、ぜひね、作っていただきたいと思います。ということで、今回撮影に協力していただいたピートレックマーメイド五反田店さんの宣伝をちょっとだけ。この動画が配信されてる頃には、もうね、導入済みなんですけどね、パチスロはね、スロットは、筋肉マン、そしてパチンココーナーですね、光学機動隊、あとはですね、南国育ちのインハワイ、こちらの方がね、導入済みということで、あとはね、AKB も40代、ウルトラマンタロウも20代ありますんでね、ぜひね、パチンコファン、スロットファンの方はぜひこちら、ピートレックマーメイド五反田店に来ちゃってください。あとですね、まあこういう閉店くんの撮影だったり、あとはジャンバリさんだったり、あとシーサーさんね、アローズスクリーンの、ね、撮影もしたりね、してるんで、そちらの情報は PR とメール会員になってね、情報をゲットしてぜひこちら、ピートレックマーメイド五反田店に来ちゃってください。だけど僕は負けました。次回は頑張ります。いつも言ってるけど、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は、勝つよ。これも言ってる。えいえい。